茂木直子です。今セブンイレブン本庄店におります。結構分厚いですね。東京高裁11民事部に、特別抗告を申し立てます。前回申し上げた、判決、移送判決決定命令が田畑孝雄、田畑静子のところに渡っていた事件です。小玉町の高柳の379番地に平屋の邸宅をわざわざ、私の決定正本を受け取るために建てた東京海上日動、田畑孝雄こと、田畑明の犯罪です。この人間が川崎のぞみ事件を起こしていたということは確定しております。川崎のぞみこと、坂東真理子、坂東のぞみは東京高裁の裁判のその進行の私の債権を川崎のぞみで窃盗横領した事件です。東京高裁旧民事部は唐鎌屋出身っていうのは相生日生同和損保なので100キロくらいある巨漢の書記官なんですが、全く話になりません。除籍をかけてます。同様に長妻勝也っていうのは、大滝勝彦こと大滝勝彦の連中ですので、自分たちの女房、大滝のり子で債権を、受け取っていた東京海上日動の犯罪です。私は東京海上日動の契約者ではありません。それから三井住友海上は、東京海上日動の弁護士特約を使ってタダでやろうと思った結果かえって経費がかさんでバカみたいな状況になってます。井上貴則っていうのはクズですから、人間のカスなので、こんな汚い人間が、まともに払うわけがないので、今まで警察費の予算消化材料に、無実の私にうんと警察費の予算を、下ろし、そして、警察関係者に太いパイプをつないでいた小田秀平と井上貴則の犯罪です。最高検察庁総長殿、私がまた令和2年同様に今度は人数が 大掛かりになりましたが、東京海上日動、それから飯塚圭一、それから、飯塚直子という女がおります。平屋の邸宅が、県北3丁目にあります。欅坂3丁目にあります。平屋の三井ホームの豪邸です。以上、本物の茂木直子でした。